行こうぜ、チョーク2023、久保です。更新の励みになりますので、グッドボタンよろしくお願いします。こちらは僕の自己紹介です。ご存知ない方は一時停止して見てみてください。さてさて、今日のテーマですけれども、無料のお宝発見、旅 NFT がもたらす1000倍の奇跡をお届けします。本題に入る前に告知です。本日12月29日の金曜日20時から一般開放ズームにて、ゴアサテライト戦略 2.0 ズーム勉強会を開催します。仮想通貨でも BTC とあるとミームコインでは投資戦略は違うことはわかると思います。 FX や株、不動産、さらには人的資本の捉え方、久保がどのように考えて各アセットに投資してるかをお話しします。気になる方は LINE 登録しておいてください。それでは本題に入ります。タビというプロジェクトがあります。こちらX ですね。旧ツイッターのアカウントが 83.2 万人まで増えて、急速にですね、今、知名度を上げているプロジェクトになります。で、どういったプロジェクトなのかということで、これのルートデータを見てみましょう。で、ディテール、詳細のところですね。トレジャーランドは NFT の発行、取引、オークション、カスタマイズされたインストアサービスを提供するクロスチェーン NFT プラットフォームですということで、NFT のプラットフォームですね。資金調達額が10ミリオンってことなので、日本円で14億円ぐらいです。まあ、結構な額ですね。調達をしております。でそしてバッカーを見てみましょう。ファウンダー勢ですね。出資している企業や個人を見てみますと、ファンの言い方はですね、お気づきになったと思います。まあ目につくのはここですね。バイナンスラボス。あとはアニモカブランツ。このあたりがですね、まあかなり、目を引くんじゃないでしょうかね。で、このタビがトークン発行して上場をする際にですね、バイナンスラブズが出資しているということは、バイナンスでの上場っていうのはほぼ規定路線だと思います。で、バイナンスで IEO するかどうかっていうのはこれはまだね、わかんないんですけども、仮にバイナンスで IEO した時の、こちらが、プロジェクトのトークンのですね、倍率なんですけども、最高ので一番上がアクシーですね。AXS が1643倍。で、マティック1100倍。サンドボックスのサンドが1001倍。で、マルチバース、もっと E ゴールですね。833倍と。あと、ステップン GMT が410倍と。もうこんな感じですね。まあまあ、やっぱり世界最強の取引所ですので、そこで IEO されると大注目で資金が。まあ、もともと選んでる。ね、銘柄自体が強いっていうのもありますけれども。はい。こんな感じで、バイナンスのですね、ローンチパッド銘柄っていうのは、そうそうたる成績を残してますよ、ということがまず1個ですね。ここまでよく分かったよ、という方は、グッドボタンを押してお知らせください。で、そして、もう一つですね、注目に値する投資家ですね、出資者、アニモカブランズというのがありますと言いました。で、アニモカブランズって何ぞやってことなんですけれども、香港のですね、ゲーム会社なんですよ。で、プロダクトを、プロダクツを見てみますと、はい。そろそろそろっと。おっと。サンドボックスを作っている。そんなとてつもない企業なわけですね、アニモカブランズは。で、さっきのですね、バイナンスのローンチパッド銘柄の一覧の中にですね、サンドボックスあるんですよ。で、これが1000倍とかなってるわけですよね。で、今回、バイナンスラブズが出資してるのと、アニモカブランズが出資してるって、全くこのサンドボックスとですね、まあ似たような構成、出資の構成になってるわけですね。なので、この旅っていうのは相当期待できるんじゃないかなと思っております。いいねという方はグッドボタンを押してお知らせください。はい、そんな旅、期待できる旅の、独自トークンを狙っていくためにですね、とあるですね、NFT を無料で配っております。で、これを持っていると、エアドローン対象になるんじゃないか、ということなので、その NFT をゲットしましょうという流れです。ではですね、まず旅のサイトにアクセスしまして、ウォレットをつなぎます。で、BSC チェーンに切り替わる。切り替えてもらって、ステップ1ですね。こちらに進みます。で、そうしますと、コネクト、ユア、ディスコードと連携しましょうということですね。
はい、秒で連携しました。で、続いてですね、ディスコードに参加して、ロールをゲットすると。ボイジャーっていうロールですね。ディスコードの認証が終わりましたらですね、一応確認してみましょうね。この GM っていうところですね、グッドモーニングとかグッドナイトとか、はいって、挨拶する部屋がありまして、でそこにですね、自分でこう書き込んでみてください。で、自分のアイコンをですね、こうやってクリックしますと、ここにですね、ボヤージャーと、ボイジャーか。はい。っていうのがついてると思います。自分の必ずですね、自分がこうコメントを残して、ボイジャーっていうのがついてるか確認してみてください。まあ、間違いなくついてると思うんですけれども、こうやって、ロールっていうのを確認できます。はい、そうしましたら、これですね、リファイをします。ここにチェックありましたので、コネクトやツイッターと連携します。で、ツイッターもチェック入りました。で、フォロー、タビということで、タビのアカウントフォローします。フォローしてから、ベリファイですね。はい、チェック入りました。最後にですね、これをですね、リツイートするってことですね。で、ベリファイ。はい、全部チェック入りました。で、クレームのボタンが押せるようになりました。はい。無事クレームできました。で、クレームする際はですね、BSC チェーンなんで、ガス代として BNB がですね、必要です。まあ、0.18 ドル分なんで、めちゃくちゃ少量なんですけども、BSC チェーンの場合は BNB っていうね、ガス代として通貨が必要ですので、ご注意ください。ゲットしたよーって方はグッドボタンを押してお知らせください。では、前のページに戻ってみます。で、トップページに戻りましたら、このですね、人形さんのところにカーソル当てるとですね、なんか言ってるんですよね。そう。私の最愛の船員、噂によると輝かしい旅、トリデントは何年も前に珊瑚礁の底に沈んだそうです。探すのを手伝ってくれませんか？で、イエスと、やってみましょうか。マーメイドクエストっていうのが始まって、で、ウォレット繋がれてるんで、チェック入っていて。で、コネクトトゥラディットって、ラディットって、あれですね。アメリカで流行ってる SNS ですね。で、これ僕アカウント持ってないんですよね。収録時間の関係で、今作ってる時間ないんで、ラディットを作って、アカウント持ってコネクトしてですね。で、ジョイン、旅のラディットのコミュニティにジョインして、で、ライクをポスト、コメントすると。で、コネクトやツイッター。はい。で、まあ、このままね、進めていけばできると思います。そして、クレームして、また BSC チェーンの BNB で、この NFT をゲットできると思います。クエストが2つあって、で、ステップ2がインバイトクエストってやつですね。できる人はやった方がいいと思います。もう一個ですね、レディットクエストっていうのがあって、レディットのアカウントをつなぐっていうだけですので、これさっきの人魚のやつでも使いますんで、これもやっちゃいましょう。はい。ということで今日はですね、タビという NFT プラットフォームのプロジェクトの紹介をしました。で、これ何がすごいかと言いますと、まず10ミリオン、14億円ぐらいですね、日本円で調達しておりまして、で、その出資者がですね、バイナンスラボスと、あとアニモカブランズっていうところが出資して、まあ、ここはよくね、この中では目を引く、出資者であると。で、バイナンスラボスがですね、出資してるということは、バイナンスの上場が規定路線であるということ、そしてバイナンスのローンチパッドですね、IEO になった場合はですね、もうそうそうたるですね、結果を残しております。で、その中でですね、この3つ目ですね、1000倍になったサンドボックスのサンドというのは、なんとですね、一つですね、アニモカブランズっていうのがですね、関わっている、メタバースのプロジェクトになります。ですので、もしバイナンスで IEO になってですね、で、バイナンスラボズとアニモカブランズが出資している今回の旅はですね、このサンドボックス級になる可能性も十分秘めてますので、ぜひね、この旅の NFT をですね、無料ゲットして、で、エアドロを期待して狙っていきましょう。
仮想通貨はスキャムが横行しております。一度のですねミスでウォレットの資産すべてぶっこ抜かれてしまいますので十分ご注意ください。そしてこういった注目のプロジェクトにはスキャムがですね特に集中しますのでさらに注意が必要です。で、タビのですね公式リンクが欲しいよって方はですね LINE の方でお渡ししてますので概要欄の LINE にメッセージください。再度告知です。12月29日金曜日本日ですね20時から一般開放の Zoom にてコアサテライト戦略 2.0 の Zoom 勉強会を開催します。仮想通貨でも BTC と R と MEME コインでは投資戦略が違うことは分かると思います。 FX や株、不動産、さらには人的資本の捉え方、久保がどのように考えて各アセットに投資しているかをお話しします。気になる方は LINE 登録しておいてください。それでは今日も一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。僕についてくれば大丈夫です。ディスコに入れば完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。